と情報はゼロで、人気業界って分からなかったら落とすんですよね。多分合格率で、まあ、適当なこと言って申し訳ないですけど10倍ぐらいは上がると思う。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということですね、今回は実際の就活生にエントリーシートを書いてきていただいたので、総さんに添削していただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。東京工業大学物質理工学院応用科学系エネルギーコースの修士1年宮部圭介と申します。大学院では太陽光発電の発電量を予測するモデルっていうのを研究してます。最近志望してる業界として専門を生かしたエネルギー業界であったり、全く別の商社とかコンサルとかを幅広く見ております。今の悩みがエントリーシートがあんまり通るわけではないっていう。そうですね、専門を生かしたエネルギー業界ですと8割9割ぐらい通るんですけど、コンサルとかになっちゃうとほとんど通らなくなっちゃうので、はいはいはい、原因をちょっと突き止めたいなと思って今回応募させていただきました。実際にエントリーシートを今回書いてきていただいたので、自己 PR と学生時代にキャラを入れたことと志望動機、それぞれ300文字で書いてきていただきました。下の概要欄にも貼ってあるので気になる方は見てください。宮部さんが書かれたエントリーシートを見てどうですかね。イメージが伝わってから自社に合ってるかどうかっていう感じなんですけども、そのちょっと手前でつまずいてる感じはしました。はい、具体的にこの部分がイメージ湧きづらいとかってありますか。例えばなんですけど、積極的に接客するって書いてあるじゃないですか、はい、積極的に接客するって意味は分かりますよね。だけどどういうことかなって A をねイメージした時にパイ提案することなのかとか、抽象度がちょっと高いんですよね。例えば何ですか。積極的に話しかけに行って、はいはい、どうでしたかとか、うん、話しかけるっていうのは別に必要がないけども感想を聞きに行くってことですね。 そこまで書かないと積極的に接客するっていうことから頻繁に話しかけに行くとはつながらないですよね、みたいなことだったり、でまだこれも多分具体的にできるわけですよ。頻繁ってどれぐらいみたいな。ちなみにどれぐらいなんですか。ドリンクはお客様自身が取りに行って、うん、作ってまたテーブルに戻ってっていうシステムなので、うんうん、例えばドリンクを作ってる間に今どんな感じですかみたいな話とか弾んでますかとか、そういうのを聞くっていう形になります。すごいいいと思うんですよ。その情景をちゃんと語って、ドリンクを作りにお客様が出てきたところを見計らってすかさず聞いたっていうことを言ってるわけですね。そうです。そんなお客さんを観察してて結構気に入ったな、すげえなっていう感じがようやく生まれるわけですね。想像できましたね今。そうそう、言ってる様子まで。これが想像できたっていうことなので、書いてる方は実はわからないんですよ。なんでかっていうと自分の経験は頭の中にあるので、これでイメージができるはずだって勝手に思っちゃうわけですね。これは全ての学士課にも言えるし志望動機にも同じことが言える。これもう全部そうですね。傾聴力のアピールとして話を書いてるわけなんですけど、後ろの方にお客様に寄り添って傾聴しましたって書いてあるじゃないですか。これもやっぱり抽象度が高すぎて、僕はよく寄与禁止って言ってるんですけど、寄り添って傾聴するってそのままで言うと、お客さんがいてねベタッと寄り添って傾聴するって絶対そんなことしてないですよね。この寄り添うっていうのは一体具体的にどういうことなのか、例えばどういうことですか。店員とお客さんっていう壁があると、お客様の本当の意見というか、そういうのが伝えづらくなってしまうので、うん、ラフな言葉を使って話しやすい雰囲気で持ってったりっていうのを工夫して話してます。寄り添うイコールフランクな言葉遣いをすることによって親近感を持ってもらうって意味なわけですよね。そうですね。で書かないとダメだし、あと傾聴するっていうのがこれはどういう意味ですか。例えば男性のお客様であったら、料金のことを気にされることが多いので、どれくらいの時間があってどれくらいその子にいたいのかっていうのを聞き出すっていう。なるほど。となるとお客様の懐具合とか入れる時間のこととかっていうのをちゃんと聞いた上で、条件に合うような形でサービスを受けられるように配慮するとかセッティングするみたいな、 そうですね、はい、それを言ってるってことですね。ああなるほどな。それをまとめて傾聴っていう風にしちゃったりとか、はい、まとめて寄り添うってしちゃうのはもう絶対 NG で、イメージが湧かないと情報はゼロっていう風に判定するっていうのが人事の世界のまあルールみたいなもので、どういう風に訓練されてるかっていうと、書いてあることのうち事実で具体的なものをしか信じるなっていう風に最初に言われるんですよね。それ以外のことっていうのは勝手に決めつけて想像すんなって言われるんですよ。だから書いてなかったり、あるいは抽象的だったりするっていうことを勝手な想像で埋めて、あこの人いいんじゃないかとかダメなんじゃないかって思うと評価がずれるので、そういうことを言われるんですよね。あと
とはいらないところがいっぱいあるんですよね。例えばね、男性と女性がって書いてあるじゃないですか、はい、男女別々ででいいじゃないですか。私の強みは傾聴力ですもん、も全部いらないし、大学4年間、大学っていらないかもしれないですね、4年間でいいかもしれないしとか、居酒屋でアルバイトしておいていましたでいいしとか、こうやっていくとどんどん1文字削れ2文字削れてっていっていくと、まあ合わせたらね30文字ぐらい出たりとかするっていう、それをまずやって、さっき言った具体的なことが入るスペース確保して埋めていくっていう、まあ、エピソードとしてはいろいろ工夫もされてるし、宮部さんの特徴っていうのもいろいろ出てるような感じがするので、テーマはこれでいいと思うんですけど、そこを直せば通りやすくなるっていう点では伸びしろですね絶対そうですよ。特に今受けてるような商社とかコンサルって人気業界じゃないですか。で、人気業界って分からなかったら落とすんですよね。大企業とかって100倍を下らないんですね、受験倍率みたいなものって。だから100分の1にしなきゃいけないので、うん、とんでもない倍率だよ ね、そうなんですよ。ポイントは何かというと、自分では勝手にイメージできてるつもりでも全くその状況を知らない相手は字面だけからしか分からないので、うん、イメージができてないんですよ。でそれを埋める情報を入れれば終わりっていうことですね。ほとんどの学生がそうなんですよ、うん、だからこれができるだけで多分合格率で、まあ、適当なこと言って申し訳ないですけど10倍ぐらいは上がると思う。具体的なイメージができるってことは一本に尽きるんですよ。ただ最近気づいたのが、はい、具体的にしろっていうアドバイスが具体的じゃないってことが分かって、なんで具体的にしろっていうのにみんなできないのかなって思ってたんですけど、具体的にしろってアドバイスが具体的じゃないからだと。それが先ほど言った形容詞禁止とかね、あと比喩とか例え話禁止、壁があるって言ってたじゃないですか。壁なんかなかったですよね。それも比喩ですよね。だからそういうの禁止なんですよ。どういうことがあったのか、何を壁というふうに表現したのか、でそれを書けばいいってことだったりとか、あと数字にできるものは数字にするとか、あと固有名詞出せるものだったらもう固有名詞出すとか、半分ぐらい相席屋の説明で使ってるってのももったいないんで、もう相席屋でいいんじゃないかっていう。エピソード選ぶっていうのが難しくて、相席屋例えばなんで選んだのかっていうと、普通の居酒屋やっても、うん、ドリンクを運ぶだけみたいな、うん、それって面白くないなと思って、うん、ちょっと変わってる仕事っていうことで相席屋選びました。あ、他にも変わった仕事っていうかいっぱいあるわけですけど、その中でもなぜ相席屋って何かあります？もともとコミュニケーション能力というか、うん、自分の評価では低い方だったんですけど、うん、それを変えたいなと思いまして、うん、はい、相席屋居酒屋ってなんだろうって調べた時に、お客さんと対話して接客するっていう場面が他の業種職種より多いっていうのが分かったので、うん、自分のコミュニケーション能力向上に役立てばいいなと思って、うん、その話とかすごいいいじゃないですか。大学受験って自己 PR 使ってて、まあありじゃないですか。ただそれだけで自己 PR にしちゃうと、その後大学どうだったみたいな話になるので、はい、必ず入試の時にこうやって苦労してこういう考えになったとか、こういう能力身につけたとか、こういう人になったってことが例えばこういうところで現れたっていうのは最後に応用できたとか適用できたみたいな話っていうのはつけとかないと、入試の話でいいんですけど、それがここに生きているみたいな。すっごいうまくいったことの話聞いても、それって簡単だったからじゃねっていうイメージをね、出ないといけない訓練をされてるんですよね、人事って。だから苦労したこととか失敗したことの話が入ってる方がより分かりやすくすごいことをされたんだなっていうのが分かるので、なんかもしあればですけどね、ないのに無理やり作ってもしゃないんですけど、人ってピンチの時に自分の持てる能力全部発揮するじゃないですか。だから余計自分らしさが出たりとかするんですよね、はい、そういうエピソードを選んだ方がいいかもしれませんね。どう思ったかって率直に宮部さんからお聞きしてもいいですか？自分以外の人に見てもらうと、自分じゃ気づけないところに気づくことができるっていうのがすごい今日はメリットだなと思いました。ということで、エントリーシートを書く上ですごい大切なポイントを今いろいろお聞きしたので、これからもエントリーどんどんしていくと思うので、ブラッシュアップして経過を報告していただけたらなと思います。はい、本日は皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。